市川九段でございます。歌舞伎座千秋楽11月襲名公演無事に終わりました。たくさんのお客様、連日満員御礼で本当にありがとうございました。久しぶりの歌舞伎座もですね、このように、連日満席ということで、いやなかなか見れなかった光景ですが、やっと、戻ってきてくださったんだなという気持ちで、感謝の気持ちでいっぱいでございます。十三代目市川團十郎白猿、そして市川新之助の初舞台でございますけども、本当に大変な舞台、大変な日々を一月、こなしていたなと陰ながら見守っておりました。本当に何の力にもなれなかったですが、私もなんとか微力でも何か応援できないかということで、もちろん舞台に出ておりますけども、それだけじゃなくて、YouTube 等でですね、歌舞伎座に来られたお客様のためにも何かできないかとか、いろいろ考えて YouTube 連日投稿してました。本当にバタバタとした編集で、粗雑なものもありますけども、お付き合いくださいましてありがとうございます。引き続きですね、カンカン新之助さんの方もですね、今度は昼の部毛抜きという歌舞伎十八番の代表でございます。これはもう大人がやっても難しいんじゃないかということでございまして、あの小学生にな、小学生の新之助さんがどのように壇上を演じるのか、まだ何も見ておりませんが、お稽古はされているようです。これも非常に私自身楽しみにしておる一つのことでございます。本当に小さい体で大きな歌舞伎座で、精一杯腕を伸ばし足を伸ばし、生き生きと務めておりました。本当に今月も見事でございましたが、来月また一つ大きなお役でございますので、これも皆様の応援なくしては、成功できないと思いますので、どうか、温かい声援、大きな声援よろしくお願いいたします。團十郎城のに團十郎城に関しましては、昼の部は、二人道成寺の押し戻し、そして夜の部工場、それから、同じく今月と同じく助六ゆかりの江戸桜、ちなみに私も、来月も同じ役でございますので、今日は千秋楽なんですけども、私にとりましては役としては、まあ、中日というか、あと半分あるんだなという感じで、まあ、日々精一杯務めさせていただきます。幸せな、幸福なというか、縁起のいいまたくぐりとでも申しましょうか、はい、毎日そんな気持ちでくぐらさせていただいております。それからですね、夜の部市川ボタンさんがですね、團十郎娘を踊らさせていただきます。役者も皆様絡んでですね、楽しい舞台になると思います。こちらも大きな見どころです。ぜひこちらも楽しみにしていただきたいと思っております。引き続き歌舞伎座、来月すぐ続きますが、よろしくお願いします。緊急でございますが、動画回させていただきました。ありがとうございました。ではでは。